はい、ということでね、一番気になっていた商品がこちらになります。飲むおにぎりですね。これもこんにゃくパークさんで買ってきました。どんな味がするのか、飲んでみたいと思います。梅昆布味になっております。おう、なんとも言えない、飲み慣れない感じですね。お粥までは柔らかくないんですけども、ちょっとね、なんか中に冷蔵庫で冷やして固くなったようなご飯が入ってるような感じの食感です。美味しいかと言われれば、私は苦手かな。好き嫌いが分かれるかもしれないですけど、あまり好きっていう人そんなにいないんじゃないのかな。はい、じゃあね、中がどんな感じなのかね、一回出していきたいと思います。こういう感じですね。ゼリーにくるまっている、昆布とご飯と海苔とみたいな感じですね。まあ、ちょっと興味がありましたら、この飲むおにぎり試してみてはいかがでしょうか。いきなりね、箱買いとかしないで、一つ試してみてから挑戦した方がいいんじゃないのかな。じゃあね、バイバーイ。